流してレフトへの打球伸びていく、伸びてそのまま入ったホームラン、武藤敦樹切れますからね、決める間破っていきました。三遊間ヒットだった黒川は三塁ストップです。武藤今日二塁です。打ちました、ワタセカンドの後ろライトの前、今日2安打つなぎました。ノーアウトランナー二塁一塁、楽天がチャンスです。追い込まれてからもいい当たりですがセンター後方です。センター後方、打球伸びはどうでしょうか。サンドに入りました、ホームランです。バッティング好調イーグルス1番バッター武藤、バットの先はファーストが出て、立ちはセーフだ。うまく打ったセンターは左中間破っていきます。ランナー2人、そして打った武藤は三塁へ行きました。はい、アスティーチャロサーレフト前、左中間ヒットタイムになります。これも長打コース、2点目が入るのは下位打線から武藤のツーベースからスリーベースになりそうだ。三塁が放ちました、タイムリースリーベース、武藤タイムリースリーベース。3回先頭バッター武藤が初球打ってライト前クリーヒット、先頭バッター武藤打って今日2安打。今度は変化球を持っていきました、ライト前太田のタイムリーです。初球打った武藤、かかる難しいことなんでしょうね。そうでしょうね、もう答えがないですからね、はい、武藤がライト前1人、そして2人目も帰ってきます。2点タイムリーヒットになりました。さらにイーグルスが追加点、10対0になります。やっぱ暑いと食事が喉通らないんですよね。武藤ライト線へ、いいバッティングです。ツーベースヒットになります。今日2本目のヒット、経験もあるピッチャーなので、はい、ライトはあまり変えなくてもね、はい、ボールが打球は右に切れるのか向こう向いた、入ったの、入りました、ホームランです。武藤がライトのボール際に平から同点アーチを叩き出しました。8回の表第1号武藤敦樹同点ホームラン、3対3です。プロ初ホームランの武藤敦樹のライトのポールへ飛び乗っていく同点アーチ。今片手で持っていった感じがありましたけど、そこまで考えないですね、はい、もうそうですね、今左手添えてなかったですね。ホームランというバッターの武藤です。セカンド取れない、ライトへ転がっていきます。ノーアウトランナー1塁、8回表代打武藤、先頭バッターヒットを打って出塁しました。ノーアウトランナー1塁です。すごいですね、本当にこうスタメン出てる選手が手こずってるので代打出てきてライトに上がってライト追いつきます。ファールグラウンド、武藤がよく取りました、ワンアウトです。武藤大活躍ですね、本当ですね。初球です、センターが下がっていく、追いついた、武藤よく追いつきました。これはいい打球になりました、センターが下がって取りました、これはナイスプレー武藤。センターに今日入っている武藤が配送難しいところ、ナイスプレーになりました。インコースの球打った、大きな当たりだ、前進守備のセンター後ろに下がって取りました、武藤が駆け抜けました。